新しいの112日目です。まだ鉄ガズの畑を晒すことになってしまう。今からね、草をちょっと抜きます。抜いていきます。そのためにこのバケツを持ってきた。バシッと抜いていくぜ。バシッとな。ういうい、はい、草抜き終わりました。どうでしょう。いや、まあ全然まだこの辺は抜けてないんだけどね。どうでしょう、これぐらいです。抜いた草はというとこういう風になってます。うず高く積まれている雑草が、これビワなんでね、ビワの養分になるかなとここに集めてるんですけど、そしてピーマンとかシトウとか一応もうええかなってことで取ってました。いやー、ゴロゴロだね。はい、でまあ抜いた草はあんな感じですがね、奥のモロヘイヤが見えるようになってますね。現場に行ってみましょう。はい、こちら現場のモロヘイヤですね。すごっ、山椒の木ぐらい生えてる。ちなみにこっちが山椒の木です。モロヘイヤが、これもね食べられてないけど美味しいんでね、ここまでのあの通路を開放したので明日から朝ごはんのおかずの一つとして登るかもしれない。茹でてね、味ポンとマヨネーズで食うのがめちゃうまです、モロヘイヤ。こんだけ雑草生えまくりでもこんだけ、ね、大きく育ってるんだからめちゃくちゃ強い葉っぱですね。で、ナスビとかピーマンとかですけど、ピーマンはね一つもう株を撤収しました。そしてトマトも回収したんですけど、あとねこのミニトマトのこんだけだけ我慢したい。こんだけだけ我慢します。ナスはまあぼちぼちですね。この辺は来週抜きます。ほなまた。